なんと TBS ドキュメンタリー映画祭2023の開催が決定しましたあそういうことで、うん、そうなんです太田さんが去年アンバサダーを務められた2022年に続いて3回目ということで、うんうん、しかも今回 3月17日から3月30日まで東京ヒューマントラストシネマ渋谷での上映に続いて大阪名古屋北海道でも順次開催が決定しました太<ー>田さん3回目にして東名阪だけでなく北海道でも開催です、うん、嬉しいですねやっぱ北海道の人に見てもらうのがもう悲願だったんでねそうでしたかようやく願いが叶いましたひとしおですね、うん、3回目もぜひ太田さん盛り上げていただいてそうです、ね、田中義武に、はい、ぜひ見てもらいたいです <laughs> 大坊 <laughs> 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 さん、いかがですか3回目の開催になりますがそうですねすごくなんかどんどんパワーアップしてる感じですごいですねなんか映画祭ということなんでこういろんな映像作品が見れると思うのでしかも今回新たに公開されるラインナップ作品業界に激震が走る作品が入るかもしれないらしいんですよ。まだこのさ今紹介した他に、はいはい、えー何 わからないんですわからなよこればっかりは何も書いてなくてですねこれで太田さんに振ってというふうに書いてあるんですが太田さんも何もご存知ないです全然聞かされてません楽しみですね楽しみですねはい。またねどんどんと新たな作品が登場してまいりますので DBS ドックスチェアマンとしていやそうなんですよちょっとねポスターがいいやねなんかねそんな感じがしますけれども多分違違いますよね全く関係ないですはい。 パクったんでしょうおそらく。いや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 。お二人ちょっとポスターの側に寄っていただいてもよろしいですか。皆さんご撮影いただいて。確かにそう見るとバンクシーみたいに見えますね。どんどん新たな作品が出てくるということで目が離せません。はい。去年はねあのそれこそあのモモクロがあったりね。はい。いろいろ。なんかいろんな色の作品がそうですよね。ありましたよね。またきっと今回も。 いろんな方が興味を持っていただける作品が登場すると思います。うん、撮影よろしいでしょうか。うん、はい。まもなく、ちょっとお時間が迫ってまいりましたので。ああでチェアマンの太田さんからメッセージを今一度いただけますでしょうか。そうですね。もうもういろいろ語り尽くした感はありますけれども、はい、とにかくあの。まあ、あの、なんていうんですかね。最初の、あの、山野井さんの見る、見るだけでも。このレベルの高さは。 あの確信すすると思います、うん、でほとんどまあ息継ぐ暇もないというか特にまあ映像がもう綺麗な映像も多いしあの何、ー、て言うのかな人間の生き様っていうか、はい、あこう人にはそれぞれその生き方っていうのがあってなんかいろんな人がこの日本だけでもいるんだなっていうのはね 感じるだけでももこの今もほらかないやもう嫌なことばっかりじゃんとにかくコロナ以降さろ,、ねはい、ろくなことが起きないけどそれでも生きていくっていう人たちばっかりが出てくるから自分も頑張ろうっていう気になれるんじゃないかなっていう気がしますね。ぜひ、ね、大きなスクリーンで皆さんにご覧いただきたいと思います。うんうん そしてですね続いてですが写真撮影にここから移ってまいりたいと思いますけれどもパネルをどこにしていたかね,、はいはい、ね。あとは太田さんちょっと今のと重複しますけれども、うん、人生クライマーの公開間近ということで人生クライマーについて何かかコメントいただけますかい山之井さんはもちろん素晴らしいんだけど奥さんの存在、うん あとご両親も実はちらっと出てくるんだけど、うんえー、まあ,あの見ていただければ分かるけど山野井さんがなぜあの、まあ、彼はここ,こまで行ってそれでクライマーになるのかなだから要するに就職を決めずにどうなるか分からない中で、あのー、山に登り続けるっていう決,決断をするんですけど。 彼がその決断をできたのはごそこにいるお母さんなりご両親の理解があったからなんですよねで、うん、彼のお奥さんがあのやっぱりかあの奥さんもクライマーなんだけど山之井さんが、ま、この年になっても,もうまだ挑戦を続けようっていうのを、あのー、もうだって自分の旦那が死ぬかもしれないのに。うん それでもやっぱりねあのやってほしいって思う周りの仲間たちの、はい、なんかそれもまたすごいなっていうか、うん、そこも感動しましたねすごくねだって自分の肉親だったり近い人が普通どうですかアミーゴ止めるでしょ普通あの今付き合ってる彼氏がそんな話しないでいただいてもいいですか <laughs> マスコミの皆さんいっぱいいますからやめてください <laughs> 外資系の彼氏と今付き合ってるんですけどもうあの別れてます。あもう別れた、はい <laughs> だから、そういうい <laughs> あのね、大庭 <laughs> さんとかもご両親はね、心配だろうなとこんなに若くてかわいい女の子がああいう岩山に登るっていう、ね、のは心配だろうなと思うんだけどどうううででしょうそうですね、うん、多分、私の両親もある程度なんか諦めている部分もあると思うんですけどそうなんだ、ね、で、なんかクライミングやってると多分その。 一つの共通言語みたいな感じで価値観も形成されていくので、うんうん、その奥さんと山井さんっていうの関係というのもあのすごくあ,のあれだけ、ね、分かり合ってる感じになってるのかなと思いますだからその心境はもう計り知れないんだけど <laughs> 山井さんがもう登ってるのをずっと見てる奥さんの姿とかって。 どういう心境で続けてほしいのか帰ってきてほしいのかとかどういう心境なんだろうとは思うね、うん、もうそれは我々のあの想像できる範囲はもう完全に超えちゃってるからだから、なんかあのいわゆるテーマは孤独だと思うんだけども孤独っていうものの中に実は、その。の それをバックアップしてる人も本当にいるんだなっていうのも僕は感じましたね人生クライマー11月25日今週末公開になります、うん、ぜひご覧ください、うん、では写真撮影に、はい、移りたいと思います、はい、お待たせいたしました、はい